平正明君。自由民主党の平正明です。私は自由民主党無所属の会を代表して、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論いたします。まずは今回の新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に心から哀悼の意を表します。また現在治療療養中の皆様の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。今回の法改正に賛成する理由は、第一にこれまでの経験知見を踏まえて特措法における感染症対策の枠組みを強化し、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前から一定の強制力を伴う措置が可能となるようにする必要があると考えるためです。この点、私権の制約とのバランスが重要となりますが、今回の改正法では、この措置を実施するにあたって、専門家の意見を聞くこととしているほか、地域や業種等を絞って措置を講ずることとしており、私権の制約は低く抑えつつも、緊急事態措置が必要な蔓延状況に陥ることを防止しようとするものとなっています。その上で、第二に、影響を受けた事業者や医療機関等への支援についても、それらの一定の強制力を伴う措置との両輪として法制化する必要があると考えるためです。この点についても今回の改正案では、国や自治体は事業者等を支援するための必要な措置を行うこととしており、政府からは審議においても規定の趣旨や与野党の合意に基づく付帯決議を十分に踏まえながら対応していく旨の答弁がありました。第三に、感染者や医療従事者、その家族等への差別はあってはならないことです。法改正では、こうした方々に対する差別的取り扱いなどの実態把握や啓発活動等を行うことを国や自治体の責務としており、悪質な偏見や差別の撲滅に向けた確かな一歩となるものと考えています。また第4に、感染症法に基づく対策の実効性を高め、より確実な取り組みを推進することにより、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一日も早く収束させ、また次なる拡大の波を起こさないようにする必要があると考えるためです。この点、今回の改正案においては、これまで得られたさまざまな知見や経験を法制度に反映をし、入院や宿泊療養等の措置の実効性の確保、国と地方自治体の間の情報連携や、役割権限の強化等を講ずることとされており、こうした措置により、感染の早期収束につなげていくことができると考えています。また今回、入院する医療機関から逃げた場合や、積極的疫学調査への回答拒否をした場合などに罰則を科することとされています。この点、私権制約の観点から言えば、当然、慎重な運用が求められますが、政府からは審議において、患者の人権に配慮して適切な運用を図っていく旨の答弁がありました。感染症対策の実効性を高めるために、今回の罰則は必要最小限の措置としてやむを得ないものと考えますが、責任ある与党として、実際の運用についてもしっかりと注視をしていく必要があると考えております。以上、法案に賛成する理由を述べました。今回の法律案は、その検討の段階から政府、与野党連絡協議会で各党のご意見をお伺いし、ご意見をできるだけ取り入れて提出された経緯があります。また、法律案の審議に先立って、与野党で真摯な協議を積み重ね、修正の合意に至り、それを踏まえて法律案とするなど、現下の感染状況の下で、異例の対応を経て、現在の案となっているものです。議員各位のご賛同を賜りますことを強くお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。浅野